盛り上がっていきたいと思います。なんかこう本当にいろんなね出し物とかこの日のために火星って稼ぐ力があってすごい行動力が出るんですね。これが7月6日から8月21日にハウスお金のハウスお羊座、その光はどんどん降り注ぎ、あなたが今まで持っていたこうあるべきだこうすべきだという観念がゆっくりと消えていくのを感じます。わしらっちゅうのはそういうためにいるんじゃからな、遠慮するんじゃないよな、楽しくな、にっこりな、わしらのこうニコニコした笑顔っていうのはあるじゃろ。今日はね本当に夏至ということで、盛り上がっていきたいと思います。なんかこう本当にいろんなね出し物とかこの日のために上の方とか分科会の方とか本当いろいろ用意していただいてありがとうございます。もう本当にねキャベさんも出ていただけることですし、私他のサロンにも入ってて やばいキャベさんそう本当に軽く明るくなんていうかなはっちゃけた回になると思いますので皆さんよろしくお願いします。夏至ということでいろんなところで今日もねこちらでも皆さん集まった、皆さんはここにもね集まってますしねスターシードカフェにも集まってますしねいろんなね楽しく、僕も、ね、参加させていただきたいと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。こんにちは。聞こえてますか？聞こえてます。聞こえてます。キャメレオン武田です。まあ私、占星術師なんで、占星術で、12星座別に言っていきますので、自分の星座のとこだけメモっといてください。で、まあ一番大きな動きとしては、まあ今全体的なことを話すと、土星ですね。土星が最後の力を振り絞って試練を与えてくるので、これをどう乗り切るかによって、私たちの、今後がすごくこう飛躍に変わっていく感じなんですね。で、まずちょっと行きましょう。お羊座から行きます。で、私ちょっと集中力がない人なので、お羊座を長く離して魚座がちょろっとってなりそうなので、ちょっと時間を、配分をちゃんと決めてやらなきゃいけないなと思ってます。で、お羊座の人は、まず、火星っていう行動の天体が7月6日から8月21日までニハウスっていうお金のハウスに来てますね。で、火星って稼ぐ力があってすごい行動力が出るんですね。これが7月6日から8月21日ニハウス、お金のハウス、お羊座。なので、この期間にめちゃくちゃお金を稼ぎたい人は行動しまくってください。目標設定をして、勢いよく動くと勝ち取る、お金を稼ぐ力がすごく出ます。でね、木星っていうね、拡大発展の天体がね、10月29日まで、お羊座に来てるんですよ。で、これは、種植えをするとすっごい広がります。これが12年に一度ですが、また来るんですよ。また一回、魚座に戻って、また12月の下旬に戻ってきて、来年お羊座さんすごく種植えして、バックアップが激しい年なので、で、それのまずのちょっとした種植えができるのが10月29日までなので、何か新しいことを始めてください。ちょっとでもいいから一歩踏み入れると、わっわっってこう、後押しが来ます。龍神さんの後押しが来ます。で、大牛座さん行きます。大牛座さん。大牛座さんは、まず、火星1号、すごい。7月6日から8月21日までが、火星っていうその行動の天体が1ハウスって言って自分のところに来ます。なので、行動力が増しますから、会社辞めたり、もう何でもいいから、勢いに乗せて行動していってください。7月6日から8月21日。で、8月21日からが2ハウスっていうお金のハウスに来ますから、お金ガンガン稼ぐ方向にシフトですね。で、なんか欲しいものとか、セッティングしておくと、それを買うためにめちゃくちゃ頑張りますから、なんか欲しいものとか、これ手に入れたいってものを明確にしておくといいですね。大牛座さんのモテ期は、9月6日から9月30日で、結婚相手が見つかりそうなのが10月24日から11月17日です。でもこのサロンで結婚したい人いいのかわかんないですけど。で、双子座さん行きます。双子座さんは、7月金運いいですね。はい。
12ハウスは大丈夫かな、なんか7月6日から8月21日までにエネルギーをすごい溜め込みやすいんですね。怒りを溜め込んだりだとか、言いたいけど言えないみたいな溜め込みがちなんで、これちょっと上手に発散しないと、なんか体に来たりするので、なんかちゃんと怒りっていうものをちゃんとこう上手に出してください。出せない人はスポーツとかそういうのでも全然大丈夫です。エネルギーなんで。あと大声を出したりとかですね。はい。蟹座さん、あ、やばい。蟹座さん。金運がいいのは8月です。金運ばかり。で、7月6日から8月21日は、あ、なんかコミュニティ活動がすごく楽しくなるので、なんか仲良い仲間でどこかに出かけたりだとか、まあサウナ友達を作ったりだとか、そういうのですごく楽しめますね。13と、はい。獅子座さん。獅子座さんは、金運が今年いいのが特に9月ですかね。はい。で、モテ期が11月17日から12月11日です。はい。で、結婚運は来年だな。で、あ、すごいじゃないですか。火星が7月6日から8月21日、獅子ちゃんは、仕事のところに火星が来ます。仕事運のところに来ますから、これもすごく、動けますから、とにかく仕事に熱中できます。あ、短期集中型で言ってください。火星っていうのは、あんまり長期間使えないんですね。短期スイッチを入れてバーンって使いますから、短期で使う。7月6日から8月21日ですね。で、次、乙女ちゃんに行きましょう。金運がいいの10月。モテ運はもう最後だな。12月11日からもう正月ぐらいまでですね。が特にモテる。あ、金運が、あと もう一個いいのが、9月30日から10月24日ですね。で、すごく行動力が、あ、結構増しますよ。7月6日から結構今年は、あ、10月30日ぐらいまでかな。ガーっていけますから、学びたい人は本当にガツンと学んでいただいて、あとダイエットも使います。ダイエットは7月6日から8月21日の間に3キロ落とせます。はい。なので、そこでガンと筋肉つけてガンと痩せてください。天秤座さんですね。天秤座さんは、8月21日から、すごく、これもグレードアップ運が上がります。8月21日から10月30日ですね。なんで、1ヶ月、2ヶ月ぐらいです。2ヶ月ぐらいを目安に一気に集中して何かを成し遂げちゃってください。8月21日から10月30日。はい。あと、家族とか家とかが丸ごと変わる運がまだちょっとありますから、丸ごと変えたい人は動けます。はい。で、サソリ座さんは、7月6日から8月21日、出会い運というか人間関係ですごく、いろんなやりとりが激しくなりますが、ただそこでちょっと熱くなりがちなので、喧嘩には注意してください。喧嘩になりそうになった人、一回深呼吸したり距離を置きましょう。そうね。あと8月21日からはちょっとフェロモンが出ます。だからちょっと、こう、露出多めでアピールしてください。私どこまで行った？池ちゃんは、7月6日から8月21日まではダイエット運がありますので、これ痩せられますので、一気に、体を動かして、筋肉をつけて、プロテイン飲んで、6時以降食べないっていうのをやっていただければと思います。ヤギさんは家庭運が、10月29日まで家庭環境をすごく、こう、いい感じにできるので、引っ越しもいいし、なんか、インテリアを整えでもいいし、あと家族で旅行するのもいいし、家族が幸運を呼んできます。家族とか家が幸運を呼んできますので、素敵な家に恵まれ、こう、出会ったりすることもあると思います。で、7月6日から8月21日は、生み出す力が結構来てますから、なんか、そこに集中、何かをこう、作ったり、生み出したりすることで集中攻撃をすると良いですね。水亀ちゃんは、家にエネルギーがすごい充満してるので、なんか、あ、こう、活動的に外に出たり、こう、
してった方がエネルギーが溜まって変な喧嘩とか起きない感じですかね。あと神様の何経路っていうか潜在能力っていうかつながりやすさが開通中ですから、めちゃくちゃコンタクトを取ってください。あのそこにすごい力がやあるんですけど、使ってない場合がまだ、使ってない人がまだあると思うので、めちゃくちゃ神様と話しかけると、あ、自分も神様だったぞつって、なんかいろんなことが、パラレルがシフトします。で、魚ちゃん。魚ちゃんは、仕事運がいいのが12月。やった。10月29日まで、金運がなかなかいい感じですよ。ちょっと、金運がいいって言っても、あの、自分でお金を稼ぐ力をつけてあるとめちゃくちゃ入ってくるので、まだ自分で商売やってない人は、なんかちょっと始めるといいですね。買って売ればいいんですから、買って乗せて売るとかね、そんなんでいい。で、12月21日からは、あ、金運いいじゃん。掘れば掘るほど面白いものが出てくるので、そこを掘りまくってください。というわけでですね、12星座の話です。さよなら。ちょっと待ってください。はい。じゃあ、スターシードカフェ、六本木の一部店からお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。テーマは今日和装ということで、はい。和装ができる人はみんな浴衣だったりとか、はい。あと、で今日はあのミニマルシェということで、あのいろんな今ブースを出して、カードセッションとか、はい、エネルギーワークとか、ヒーリングとかを今行う。交流会をね、やってくださっている店舗さんがいるので、早速、全国のスターシードカフェをつなぎたいと思います。はい、スターシードカフェ、家庭の女神、地球4号店の、あなたの開花の鍵、癒しのセラピスト、ひろみです。で、一緒に、あの、集合意識覚醒しているミカロンです。心と食と和ということで、集合意識ね、覚醒のこの曲がった場のね、講座をやったりとかですね。あと、レムリアンヒーリング。はい、ヒーリングしてるので、ヒーリングですね。地球9号店湘南ティアラインサロンのゆきちゃん。江ノ島の方から中継してまーす。江ノ島ここですね。ビーチウォーキング&ゴミがあったら拾おうみたいな感じで、ゆるーくビーチクリーンをしてきました。で、今日はご一緒にしてくれたのが、海のヒーリングスペシャリスト、あっちゃんでーす。地球16号店下北沢ピオマルシェ店、セコさん。今日は16号店ではシンギングボールのヒーリング体験セッションと、アートセラピー体験をしています。チャクラの場所に合わせて配置したシンギングボールに脳トリに包まれて、体のエネルギーを調整していきます。943号店姫路夢を形見のゆうこです。このアルケミークリスタルボールの音浴受けながら、かずえちゃんの、はい、瞑想、そして私からのヒーリング、高次元ヒーリングということで、させていただきます。地球44号店、宮崎マザーシップ店、千春さん。はい、こんにちは。はい、宇宙波動ボイスヒーラーの千春です。よろしくお願いします。で、宇宙の、高次元さんと共同で、宇宙医療という形で、活動させていただいてます。宇宙波動ボイス聞いてもらって。で、今日はシリウスのルンちゃんが来てるので、皆さんの痛いところを憎くので、ぜひルンちゃんを受け取ってください。受け取りお願いします。エリでは、次ですね、地球49号店、褒める千葉松戸&青空店の褒めるさん。千葉松戸&青空店です。うちは特にコンセプトは決めずに、もう面白いこと、楽しそうなことを思いついたら何でもやるっていうことで、イベント開催をメインでやってます。千葉の海辺で行われる氣志團万博という夏フェスにみんなで行きますので、夏フェス体験したことない方とか楽しいので一緒に行きましょう。うちは
静岡県東部やっきり197号店をやってます。うちのリビングがカフェになってます。て今日はでこっちの和室がこっちにあるんだけど、ここが心と体のケアルームっていうリラクゼーションのサロンをやっております。あの合宿型でここにお泊まりもできます。ではでは、最後の店舗になりますね。地球7号店兵庫宝塚幸せのかけら店しょこさん。あ、こんにちは。こんにちは。サンドイッチと後でケーキも食べます。7号店は普段フラワーエッセンスのセッションとかイベントとかやってますので、またご興味ある方いらしてください。はい、皆さんこんにちは。スターフィードトレジャープロジェクトです。春分フェスにて好評だったですね、アンダラクリスタルのプレゼントを本日はさせていただければなと思いますので、今から抽選会を行います。と、あとお知らせなんですが、6月の21日の夏至ですね、ライトヴィーナス、ライトウォーリア、そして光のゲートっていう3つのモデルラインがあるんですけれども、ライトヴィーナスモデルの正規品第1号が、出来上がりましたので、そちらの、販売のカウントダウンライブですね、行いますので、よろしくお願いします。まあ、夏至なのでね、今回は、まあ、夏至の、まあ、宇宙にね、つながっていくようなワークをちょっとしていきたいと思っています。今、宇宙とね、そして、こう、地球、で、それをつなぐ、まあ、自分っていうかね、一人一人。そして、そのエネルギーと、あとは、過去と、現在と未来、その中心にいる、まあ、自分っていうのを、こう、つないでいくような、まあ、そんなね、ワークを、やっていきたいと思っております。はい、ということで一応拍手しましょう。イエーイ。はーい。あの映画のねプロジェクトも動いてますよね。で、その映画のプロジェクトもそうなんですけども、それと同時に今ちょうど本をね、スターシードのそして宇宙、あなたが宇宙の創造主っていう本をね書いてるんですけども、まあ、その中にも最後にクリエイターワークっていうのを今考えてます。で、今日はその、まあ、初めてね、ちょっと皆さんにやってもらうので、心の内側に意識を向けてください。そして、空の上、宇宙の方から光のエネルギーが降りてくるイメージをしてください。その光はとても美しく、新鮮な透き通ったエネルギー、どんどんとあなたの頭のてっぺんへと降りてきます。降り注いでいきます。今あなたの頭の中へその光が入ってきました。その光はあなたが普段抱えているストレスを癒していきます。その光はどんどん降り注ぎ、あなたが今まで持っていたこうあるべきだ、こうすべきだという観念がゆっくりと消えていくのを感じます。今、光が頭から眉間の方へ降りてきて、あなたの消化体が活性化していくのをイメージしてください。さらに、その光は喉を通り、第五チャクラ、スロートチャクラを開いてくれます。あなたの表現力が解放されていくのをイメージしてください。そして光は下へと進み、あなたの心臓、
第4チャクラ、ハートチャクラへと流れ込んでいきます。あなたのハートが愛の光で満たされていくのを感じてください。よしさんのすごい今良かったですね。すごいグラグラきて、整いました。はじめましての方も、いらっしゃると思いますので、チャネリングといっても、ハーフトランスということで、体にその存在のエネルギーを下ろして、要するに、イタコの口かしみたいな感じでやります。今回は、私が下ろす存在はいろいろなんですけれど、一番皆さんが、大好きって言ってくださる、お国主様と龍神様にお話しいただこうと思います。やあ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 皆様方、お国主じゃよ。仏の名前としては大黒天という名を司っているが、皆様方な、うちのことを知ってくださってる方もいらっしゃるじゃろ。な、知らん方もいらっしゃるじゃろ。な、怪しいと思うこともあるじゃろ。な、じゃけれどもな、声とともにな、神のエネルギーっていうものをな、感じていただければいいと思うんじゃよ。な、私は神としてはな、ご縁結びを司っている。な、人々のご縁っていうものやな、あるいは土地とのご縁。な、あるいは仕事のご縁。そういったものも、司っているわけじゃ。な、そしてな、大黒天としては、福屋と子を授けるということでな、うちでの小槌を持って、そして袋を抱えてるわけじゃ、な、そういった姿をな、表してもいるけれども、そんなことでな、人々のためにな、神や仏っていうのは働いてるわけじゃ、な、わしの言うことをな、聞いてくださった方っていうのもいらっしゃるじゃろうけれども、初めての方もいらっしゃるからな、そういったことをまた話そうと思うんじゃよ、な。神や仏っていうのは、理由の方もそうじゃけれども、な、見えぬ者たちっていうのはな、皆な、人々の、世がな、良くなるようにな、努めてるわけじゃ、な。人々っていうのはいろんなことで悩んでりなさるじゃろ。な、本当は悩まんでもいいようなことでもな、やっぱり気になさってしまったりな、傷ついてしまわれたりするわけじゃ、な。生まれた時は気づかんじゃろ。な、みんな忘れて生まれてなさるから、新しくな、若く子、小さい子でな、生まれになる子っていうのはそういうことを覚えてな、そのまま来る方もいらっしゃるけれど、大抵の方っていうのはそういったことを忘れてるから、な。だってほら、あまりにもほら、貧しいな、状態でいらっしゃったら、な、お困りの状態でいらっしゃったら幸せになろうと思ってもなかなか難しいじゃろ？な？じゃからな、そういうお困りのことっていうのがあれば、わしらとしてもこう、一生懸命な、より良きようになるように働くっていうのがわしらの働き、務めなんじゃ、な。それがわしらの、存在する理由っていうかな。な、皆様方が幸せになればな、わしらもやることはなくなってな、たらたらな、遊んでいられるんじゃけど、なかなかそう思いた。な、な、じゃけれどもほら、いろいろなな、状況であったりとか、社会的な物事ってのはいつの時代でもいろんなことがあるわけじゃ。じゃけれどもほら、人々がそういう見えない物事であったりとか、宇宙のこともそうじゃけれど、そういった本質というものに気がついていただければ、な、お気持ちも楽になってくるわけじゃ。な、なんと自分が作っていたんじゃっていうことに分かればな、変えることも簡単になってくるわけじゃ。な、わしらの力を借りても、できるようにもなるわけじゃ。な、お困りであったらな、わしらってのは身親じゃから、な、人々の子をな、お父さんのお母さんのな、なんちゅうんだろうか、親の親、おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんとかな、そういう感じじゃから、な、ご先祖様のご先祖様みたいなもんじゃから、な、遠慮なく述べてな、そしてな、一緒にやってこ、な、いろんな物事も一緒にやってこ、な、わしらっちゅうのはそういうためにいるんじゃから、な、遠慮するんじゃないよ、な、楽しくな、にっこりな、わしらのこう、ニコニコした笑顔っていうのはあるじゃろ、な、よく作られてるじゃろ、そういったものをな、皆様方もな、ああいう笑顔でいられるようにな、お心楽しくな、明るくいられるようにな、していただけるといいと思うんじゃよ、そんな感じかな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
また時間があるので、龍神様にもちょっと降りていただきたいと思います。今ここが浅草なので、浅草寺なので、まあ、金龍山ということで、龍のエネルギーもたくさんあるところなので、龍神様にもちょっとお話をいただこうと思います。ちょっとエネルギーの違いとか敏感な方はね、感じられる方もいらっしゃるかもしれませんので、そういったものも感じてみてください。おお、新たな世へ移るためには、さまざまなことを変えていかねばならん。新しき世にふさわしいお考えや、社会の仕組み、物事をいろいろと変化をさせていかねばならん。龍は流れ、龍は動き、流れ動く物事に我らの力は宿っている。さまざまに姿を変え、我らは宿っている。大きな力を必要とするとき、我らと共に歩むことで、その物事は大きな進歩を遂げるだろう。大いなる宇宙は常にこの地球に光を降り注ぎ、人々を目覚めへと導いてくださる。だが人々には体というものがあり、お考えというものがある。宇宙の力だけで大きく変えていくのが難しいとき、我らが力を発している。この地球と共にこの地球を守ってきた竜だからこそ、人々へも大きな力を貸すことができるのだ。我から伝うることは以上。ここに集った方々を我らは常に見守っている。しっかりと歩め。はい、ありがとうございました。ということで、友人様の名前聞くの忘れちゃった。ありがとうございました。はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございました。あきこさんとよしさんに、ちょっと感想を一言ずつ伺いたいと思います。では、あきこさんからお願いします。集まれ星の子たち、スターシードオンラインサロンキラとはいえ、みんな来てキラ